こんにちは。今日はですね、先日ワックス紹介をした中で僕が使ってみたいなって思うワックスを実際につけてみたいと思います。今日はこちらのエトラスのレアバームを使ってみたいと思います。動画出てないじゃんって思ったかもしれないんですけど、まあ、エトラスっていうシリーズのやつですね。僕がそれ紹介したやつを使おうと思ったら、まあ、こっちの方が合ってるんじゃないっていうことで、まあ、今日はこちらを使ってみることにしました。で、今が8割ドライぐらい、ちょっと触ると湿気ってるかなぐらいで、これをつけてみたいと思います。つける量はこのぐらいで500円玉ぐらいなのかな。で、最初にちょっとつけてみようかなっていうふうに思います。僕はね、ちょっと下向いてつけるのがすごくつけやすいので、向いてちょっと毛先を中心にね、つけてあげて、後ろもバーッと。うわ、すごく匂いがめちゃめちゃいいですね。これ多分嫌いな人いない匂いですね。ちょっとね、僕すっごく目が悪いんで、メガネかけないと仕上がりがどうなってる。うん、嫌なベタつきは全然ないですね。で、やっぱり顔にこうかかるのって結構気になるんですけど、それが肌にね、安心していられるっていう、それはすごくいいなっていう風に思うので、うん、すごくサラッとして、まあ、すごいね、質感としては自然なツヤ感な感じかな。もう1日ね、こう立ってもこうやって触っていられる感じなのはすごくありがたいかな。で、汗とかかくとベタベタワックスはね、すごい気持ち悪いので、これぐらいサラッとしてる感じがいいんじゃないかなというふうに思います。以上、エトラスレアバームでした。